君のハート俺がもらった。君のハート俺がもらった。そのサブレ俺がもらった。ちょっとうわー、たべたびが無限ココナッツの誘惑。この間の返事聞かせて。聞かせて。食べたみが無限ココナッツの誘惑。ねえ食べたみが無限ココナッツの誘惑。俺にもちょうだい。好き。俺の方が好き。ラブレマジ好き。いや俺の方が好きだし。いや俺の方が好きだし。食べたみが無限ココナッツの誘惑。色が買ったこれ作ったの。最強じゃん。最強でしょ。俺もこれ作った。いやそれ作ったの、うん、こだわりココナッツとこんがり仕上げで食べたみが無限。食べたみが無限ココナッツの誘惑。ココナッツサーブレゴーゴー選手。こっち向けよ。まあ、普段胸キュンシーンをやることってないじゃないですか、プライベートで。これ撮影じゃないとないんで、その切り替えが難しかったですけど、本番は、まあ、自分じゃないっていうふうに切り替えてやりました。こんちゃんは、はい。やったんですけど、こんちゃんはどうでしたか？でもなんか壁ドンがさ、うん、なんか私は一番今印象残ってるかな。なんで？面白いは違うか。何が？なんかさ、いつものさ、風樹くんとさ、ちょっと違うじゃん。それは違うよ。そのギャップがちょっと私には耐えきれなかったっていう。なんだっけ、俺様系みたいな、ちょっとオラついてる感じの役だったんで。ね、そうそうそう。え、誰ですかって思っちゃった。なんか変に緊張しました。え、ふうじくんはなんでそんなにずっとクールにしてたの？わざと？ずっとクールにしてたっけ？いやなんか休憩中とかもなんか、みたいな。嘘でしょ。本当に嘘だろ。え、そうかな。なんか時々なんか出てくるよね。普段の髪のふうじが。どういうこと？普段は何？チラッて出てくる。あ、ほんと？普段って何？いや。どっち？え、クールはどっち？クールは、あれよ、役。役か、うん。あ、なるほどね。じゃあ多分役をすごい意識してるのかもしれない。入り込んでた？入り込んでた。まあ、間違いなく、セミドンですよ、ね。セミドンっていうのがあるんですけど。まあ、なんかその、多分胸キュンのドキドキっていうよりは、もう普段、絶対やらない動きなんですよ。なんか、すごい動きなんですよ。あり得るのかなっていうくらいの動きなんですけど、それがうまくできるかっていうドキドキがありました。ちなみに、どう？セミドンがされる側の気持ちは。いや、もうびっくりだよね。なんか。そうだよね。うん。し、なんかちょっと人間の、なんていうの、可動域というか、人間のさ、うん、域をちょっと超えてるから、ちょっと斬新だなと思った。確かにね。人間じゃないよね。人間じゃない。私は、ネクタイキス、うん、引っ張ってやった。一番最初にやったやつだ。そうそうそう。なんか、女の子からやるのって胸キュンシーンってあんまないじゃん。うん、なんか男の子からのはいっぱいある。それは結構、なんか、珍しいなと思って。楽しかったかな。楽しかったの？それはあんまやらないからさ、やっぱり。でも確かにあんまないかもね。うん、女の子からやられる側の男の子の気持ちある。いやでも、されることってないじゃん。ほぼないから、うん。今回のネクタイキスの最後のテイクかなんか、それってなんか勢いつけて、やったでしょ、うんうん、あれはドキッとした。よかったです、それは。あの勢いはなんかドキッとしました、うん。いやなんかでもずっと笑いそうなんですよ、なんか。ない、これはちゃんと耐えたよ。え、でももうなんか言ってたんですよ、なんかもうそれ笑っちゃう。そう。だから、でも絶対自分、俺きついの分かってたんで、体勢的に。うん、そうだ
だから笑わないでほしいっていうのを伝えてました。笑ってないじゃん。だからちゃんと笑わないでいてくれたんで助かりました。え、次さ、またどっかでセミドンしますって言われたらやる？やる。やっぱ胸キュンシーンってすごい細かいんですよ。手の位置とか顔の角度とか全部を気使わなきゃいけないっていうのが大変でした。あとそうですね、休憩中にココナッツサブレをがあったんで、それ食べてたら止まらなくなっちゃってずっと食べてました。本野さんも撮影時のエピソード何かございますか？私はその胸キュンをする方も大変だったと思うんですけど、やっぱり顔の寄りの表情とかもあったり、でもそのやられる側もそのびっくりする表情とかキュンってする顔とかをするのが難しいなって思って、うん、なんか女子高生だったら、女子高生じゃん、一応、設定は。そうだね。だから、なんか女子高生だったらどういうなんか表情でいけるのかなっていうのを考えながらやりました。まあ、今回、この動画の中で結構いろいろ胸キュンの仕草やったんですけど、やってないので言うと、頬をこう、つねるみたいな、なんて言うんだっけ。頬。頬。なんだっけ。プニッ、頬プニッ、頬をプニッてするやつ。あれはなんか、こう、自然にできたらかっこいいんじゃないかなって思います。私は、最近多分いろんなのがあるんですよね、多分。ちょっとわかんないけど。でもなんか料理をよくするようになったので、なんか、袖くる？これ？そうそうそう、後ろからやられたらちょっとキュンってしちゃうかなって思います。あとやっぱ55周年っていうのがすごいなと思います。僕は今21なんで、それの30年以上、前からあるっていう、僕が生まれるずっと前からあるんで、尊敬しますね。いや、でも私、中学校の時にずっと食べてて、おやつに。へぇー。久しぶりに食べたんだけど、なんか、やっぱり美味しかったし、うまいから、なんか、こう長くあるお菓子って、やっぱ、ずっとちゃんと美味しいんだな。いつのどの年代で食べても美味しいんだなっていうのを感じました。ぜひ、ね。ね。皆さんにも。皆さんにもね。食べていただけたら。食べていただけたらね。なんで復唱するの？ね、この動画を見ながら一緒に食べてもらえたら嬉しいですね。はい。はい。